ヤマハ XTZ750 スーパーテネレ、XTZ750 スーパーテネレ、XTZ750 スパートニア、XTZ750 スーパーテネレは、ヤマハ発動機が1989年に発売した日本国外向けオートバイである。社名はパリラガールラリーの難所である、テネレ砂漠に由来する。外観は、 ラリーレードに出場するためのマシンを彷彿とさせるが、出自はむしろ逆で、ラリーレードに出場するためにこのマシンのエンジンが用意され、同時にそのイメージをまとった市販車を開発したものである。直接の開発動機は、パリ、ダカールラリー、パリダカの人気にあやかった、ラリーレードイメージの市販車の販売である。1987年から市販車、 スーパーテネルの開発が始まる。当初は水冷単気筒エンジンのツーリングマシンとして開発が進んでいたが、テストを始めたという頃に上層部からラリーで勝てる爆音の指示があり、マシンの方向性を改めるとともに、エンジンも二気筒に決まる。V 型二気筒も検討の素上に上がったが、重量的にも重心的にも並列二気筒が有利ということ。 また V 型は前後長が長くなるためにホイールベースも伸びてしまうことから並列に基頭に決定された。この前後長を詰めることは重要な題材となっており、そのために通常はクランク軸とドライブ軸は同じ高さにあるが、あえて組み立ての煩雑さを厭わずにクランク軸を下げ、前傾エンジンながら直立エンジン並みの前後長に収めている。 その頃の二輪の開発予算の3分の1を使うほどの投資をしている。すでにパリダカを制覇し、市販車も存在した。アフリカツインは当然ライバルとして見られており、それよりも高性能ということを目標に掲げて、開発が進められた。1989年、XTZ750 スーパーテネレが市販車としてリリースされるや、欧州で絶大な人気を獲得した。 翌1990年、市販車をベースにしたレース用マシンで、パリ高に参戦して2位を獲得、1991年にはついに優勝を果たす。以後、1998年まで、実際には市販車とは、かけ離れたレース用マシンながらも、スーパーテネルの名前をつけて参戦し、優勝を重ねたが、すでに、ラリーレードイメージのマシンの販売は、縮小傾向にあり、 1996年には、XTZ750 スーパーテネレの販売は、中止された。登録台数は、欧州では36,902台、1989から1998年、日本では584台、1990から1997年、であった。水冷並列2気筒 DOHC エンジンであり、1気筒あたり5バルブを装備する。 吸気側3バルブ、排気側2バルブ。クランクは360度クランクであり、左右の気筒が等間隔で交互に燃焼する。エンジンレイアウトは、ヤマハジェネシス、思想と言われるもので、ガソリンタンク下のエアクリーナーボックスから吸気を行い、ダウンドラフトキャブレターを経て45度前傾で、搭載サタエンジンに流れていく。排気は、サイレンサーの手前で合流し、一本のサイレンサーから、 排出される。フレームはダブルクレードルフレームを採用。ヘッドパイプからダウンチューブが左右に分かれ、ラジエータを挟んで下部に向かい、エンジン下部を通っている。このダウンチューブはボルトで脱着でき、エンジン脱着時の作業効率を上げている。前輪は21インチ、後輪は17インチホイールを採用している。サスペンションストロークは全2 3 5トル。 後ろ 240mm フロントサスペンションは成立のテレスコピック式、インナーチューブ径は 43mm である。タンクの容量は26リットル、21リットルを使用した時点でリザーブに切り替わる。タンクが巨大なために馬の倉のような形をしており、左右下部にそれぞれガソリンが残ってしまうためにコック左右にある。 フロントは2ポットのダブルディスクブレーキ、リアは1ポットのシングルディスクブレーキ。パッド類は 250cc オフロード車との共通部品であり、未舗装路では十分な性能を発揮するものの、舗装路での制動距離は短いとは言えない。フロントがダブルディスクとなっているのは、もし体型のシングルディスクにすると、急制同時にハンドルを取られてしまうためである。 1978年末から翌1979年1月にかけて初開催された第1回パリ・タカールラリーにおいてヤマハはフランス現地のインポーターである。その後、現ヤマハモーターフランスがオペレーションを担当した。マシンは市販の XT500、ライダーはシリル・ヌブーであり、ヌブーの活躍により優勝することができた。 翌年の第2回大会も XT500 で参戦して2連覇を果たし、同時にヤマハ1位から4位を独占する。1982年には XT550、1983年には XT600Z といった市販車ベースのマシンで出場している。しかし、短期筒マシンが優勝できたのはここまでで、1983年からは、 BMW が 800cc の水平対向に、気筒エンジンの G、S シリーズで3連覇を果たし、1986年からは、ホンダガーにアフリカツインのベストなる V 型に、気筒エンジンを搭載した NXR750 で4連覇を果たすなど、パリダカは、大排気量2気筒マシンによる、ハイスピード化が進んでいた。ヤマハは適切なツインエンジンを持たなかったため、 相変わらずの短期等で出場。1985年の第7回大会には、市販車専攻開発グループによる初めての、純、ワークスマシン、XT600 テネルレ、霊 U26 を投入。社名は、600ではあるが、排気量は 660cc まで拡大されている。ライバーは、その後ヤマハの社長でもある、ジャンクロード・オリビエで、リザルトは2位を記録した。 1986年には排気量を 665cc に拡大した XT600 テネレと並んで FZ750 の4気筒エンジンを搭載した FZT750 テネレを投入。XT600 テネレのシャルボニエが4位、FZT750 テネレのオリビエは12位となった。4気筒マシンは翌1987年の 第9回大会では912種 c 位に排気量を拡大するが、セルジュバクが7位、オリビエが11位に終わる。4気筒マシンは砂漠でのトラクションが不足し、また重量増大の懸念があることからここで終わる。単気筒マシンはムースタイヤが時速 160km で溶け始めることから、それ以上のスピードは必要ないということと、 砂漠でのトラクションが非常に良好なことから、開発は継続された。1987年から、市販車、スーパーテネルの開発が始まっていたが、パリダカ3線は短気筒マシンであった。1988年からは、モータースポーツ開発部が、マシン開発を担当し、純粋なファクトリーレーサーとなる。短ながらバルブの、OH、エンジンがおごられ、 排気量は 756.8cc に拡大。名称も YG が冠された。全員750テネれとなる。大排気量らしく、ツインプラグであった。翌1989年、シングルプラグ化するなど改良版が、フランコピコのライディングにより2位を獲得したオフィシャルが、ゴール地点を誤らなけれ1位であった。このマシンは、後に、ステファン・ペテランセルが試乗した際、 このマシンでも勝てるという趣旨の発言を残したほど完成度の高いものであった。その年、市販車のスーパーテネレが発売開始された。そして、いよいよ1990年より、ヤマハー市販車のスーパーテネレをベースにしたマシンでの参戦を開始。ペテランセルによる前人未踏の V6 が達成されることになる。1990年は、 排気量を 802.5cc に拡大した J750T スーパーテネレ 0WB8 で参戦し、カルラスマスによる2位に終わったが、1991年には低中速での性能とマシンの耐久性を向上させた J75T スーパーテネレ 0WC5 を投入。排気量は 802.5cc であった。ベテランセルがついに総合優勝を果たしただけでなく、 1>, 1位から3位までヤマハが表彰台を独占。ヤマハは10年ぶりにタイトルを奪還した。翌1992年は排気量を 850cc まで拡大した J750T スーパーテネレでやはり優勝した。社名と排気量が異なるが、その行きつは未勝。1993年、1992年型。 J750T スーパーテネレの改良モデルを J850T スーパーテネレとして1992年9月、パリモスクは北京ラリーで使用し、さらに熟成を加えたマシンが1993年型、J85T スーパーテネレ。ペテランセルのライディングで3連覇を果たした。1994年はダカールラリーのレギュレーションで、 プロトタイプマシンが出場できなくなったために不参加。1995年、そのレギュレーションが15台以上市販されているマシンなら出場可能変更された。つまり、ホモロゲーションモデルを製作すればいいのである。そこで、J850T スーパーテネルを改良した、XTZ850R を開発、製造。販売価格は、当時の日本円で、 約300万円程度だったという。プライベーター、ダカールラリーの個人参加者でもこのマシンを購入したものがおり、個人でもワークスマシンに乗ることができた。レースは、ペテランセルが優勝。なお、この年から社名が、ゼイから、XTZ へと変更され、またペットネームもなくなった。1996年、クランク角度を270度として、 不当感覚爆発とすれば、トラクションが増すことに注目。市販、オンロードモデルヤマハ TRX850 のエンジンをベースとする XT、XTZ850TRX に、モデルチェンジ。ベテランセルがオフィシャルに経由を給油されてしまうという、トラブルに巻き込まれて、順位を落とし、それに抗議してリタイア。しかし、エデオリオリが乗る XTZ850R は、 無事に1位を獲得し、また、日本人の柏秀樹がホモロゲモデルを購入して、出場したが、ペテランセル同様、軽容給油されてしまい、リタイアした。1997年から1998年、継続して、XTZ850TRX が採用され、いずれもペテランセルが優勝を果たした。この年、ペテランセルは、 左手首に故障を抱えており、二輪でのダカールラリーから撤退することを決めた。それに合わせて、1998年限りで、ヤマハはワークスとしてのダカールラリーから撤退した。2010年に発売された XT1200Z が後継モデルに当たる。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。